はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。はい、こちら、ハンドルネームはゆうきさん。はい、で5箱ですよね。昨日ね、残りケースか、ケース購入されて7箱ご自身で開けられて5箱お預かりしました。で、2箱2箱1箱で、パーソナルブレイクということで今日2箱ですね。はいね、はい、じゃあ一個一個ね開けていきます。であとはに明日日曜日に2箱で、月火はちょっとどうなんでしょうね荷物の都合もあるので、まあ水曜日になっちゃうかもしれないですけどね。まあまあまあ、こちらね、ゆうきさんもケースで購入されてる方ですんで、まあ明日、2と1と開封して、動画はね、最後の1は月曜日に、アップするような感じにしたいなと思います。はい、一応繰り返し言います。あの他のお客様とか誤解されちゃうとあれなので、あのゆうきさんはケースでもお支払い済みです。はい、念のため。はい、でパリパリパックですんで、開封されるまで少々お待ちください。よいしょ。いやー、このパリパリパックをこう24パック1分以内に開封できるお客様、ぜひコツを教えてくださいコツが知りたいですいるのかな、リティンハウスチャレンジってやんないのこれリティンハウスのこのゲームオブスローンズのボックスをどのくらいで開けられるかね。いや皆さんね、開けられ非常に苦労してます。ほんとピリ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 ね。ほんのちょっとあと強度があればいいと思うんですよね。ほんと紙ぐらいな、うん、コピー用紙レベル、あ、コピー用紙の方がまだ強いんじゃないかな。うん、それぐらいの強度です。よいしょ。はい、じゃあとりあえず2箱連続開けると店長おかしくなっちゃいそうなんで一個一個見ます。はい、あ、いきなりオートだ。はい、誰でしょう。せーの、おお、師匠と一番弟子。はい、いいですね、デュアル来ました。はい、こちらも初めて見ましたね。でもこの一番弟子もひょっとしたらこのお顔じゃないかもしれないね。はい、師匠も実際はこの顔じゃないかもしれない面白いとこですね。はい、まあ、うん、兄弟子はかなりこう厳しかったですねはい、グレーワームの、はい、ホイール。あ、一応レギュラーカードはあの寄付でよろしかったんでしたっけ。昨日も全部置いていかれましたけど、一応あのホイール以上は、取ってきます。でレギュラーカードだけ一応、そうだ、そこを聞きしてなかった、レギュラーカードを、あの寄付の箱に入れていいか、はい、教えていただければと思います。あ、サインだ。あ、ジナボはい、そうですね。はい、あ、まあ、うん、この書き込みは何だろう。はい、耐えれるけどね。はい、 2?2?1?2?2 かシーズン2ぐらいですよね。もうね、そっちの方全然わかんないです
もう忘れちゃいました。はい、これもね、いいショットですね。うん、いい写真です。サインが2枚もう出ちゃいました。はい、タイレル家、坊ちゃんと、はい、顔なし師匠と1番弟子。はい。あの塔はでもどうなるんだろうな。ね、師匠も本当に死んでたの？ちょっとわかりませんけどね。はい。アリアが見るのかな、あの塔。どうするね。はい、謎です。はい、ホイール。はい、パラレル金パラ。あ、まあ、はい、カースタークのお嬢ちゃん。はい、カースタークも前半ちょこっと出てきて、あと後半でしたよね。175。ん、スリーブがあった、気づかなかった。スリーブ入りありました、イーロン。はい、クズ王。はい、黒パラ。でも結構長くね、最後までちゃんと、最後、あれ最後なのかな、死んでない。はい、あ、もう見えちゃいました、鉄板。はい、いいですね、デナリスの鉄板です。これ見たの2回目ですね、この間出て。 F の2、鉄板いいですね、これね。これが一番いいですね、やっぱりね。うん、はい、よいしょ。200個目、よいしょ。サイン書き込み、あ、サイン、あ、デュアルオートと、書き込み音と鉄板でした。鉄板って昨日出ました？ちょっと昨日忙しくてあんまり。そう、サイン系は結構いいの出ましたもんね。あ、これも出ましたもんね。うん、ハウンドとアリア、デュアル。よいしょ。はい、今3時ちょっと前なんですけど、はい、駆け込みのご注文が多数いただいてありがとうございます。よいしょ。一応今日と、明日、店舗は閉めます。はい、告知にもね、ツイッターにも記載しましたが、店舗は閉めてます。一応ね、まあ、お上の言うことですから、まあ、一応多少はというか、まあ、はい、今回の件のね、うん、コロナちゃんは性質も一応店長はある程度は、はい、知ってる、まあ浅い知識ですけどね、本見るぐらいですから、まあ、科学、生物科学やってた人間としてぐらいですけどね。よいしょ。店長、こういう話お客さんとすると、店長カードだけじゃないんですねって。いや、カード以外の話をしたことないよねっていう。だってカード屋だもんっていう。ね、そんなもんっすよ。うん、ね、よいしょ、よいしょ。あ、でも店長も多少パック開けるの上手くなってきたかな。よいしょ。はい、じゃあいきます。200個目。一応レギュラーカードの件だけ、メールでもいいですし、ツイッターの DM でもいいですし、はい、教えていただけたらと思います。一応ホイール以上は全部。お、ドラゴンのホイールってあんまり見ないよね。そう、ちょっとね、店長ね、パーソナルブレイク、はい、受けるたんびにね、気にしてたんですよ。ドラゴンのホロってあんまり出ないよね。かっこいいですね。これ、どの瞬間だろう。
デナーリス最後覗き込む、まあジョン・スノーの顔を覗き込む瞬間かな。ね、そんな感じですよね。よいしょ。はい。3ね。あ、はい。クリア来ました。王座。はい。ダボスも王座つく可能性はあったんだ。まあでもまともでしたよね。うん。最後ね、まあ会議の最後の会議の場所でもね、私票入れていいならみたいなね、はい、そういうところ好きですね、そういうキャラ。はい。よいしょ。はい。で書き込み入り音。はい。せーの。おー、なるほど。これもでも初めて見ましたよ、店長。うん。はい。カールね。うん、初めて見ました。へぇ、バーン・ゴーマンさんっていうんだ。ほぉ。ロード、スノー。うん。初めて見ました。まあこれもエクストリームリミテッドとかなんだろうなとは思いますね。逆にね、開封された7箱、6箱か、1箱持って帰ったんですもんね。なんかあまり見ないメンツが多かったですね。まあエクストリームの中からもう全員抽選で入ってくような感じなんでしょうね。スケアも2枚出ましたもんね。はい。ジョラ。ジョラのファン多いですよね。はい。ユーロ。ユーロ本当見るたび笑っちゃいますね。キンパラ、ジョン・スノーが最後ね、うん、振り絞っていくとこですね。ね。はい。うん、サインだ。親方系？あ、こっちか。はい。でもこれも初めて見ましたね。うん、近辺音。近辺も多分ね、30人ぐらい。近辺と青ペンで30人ぐらいはいると思うんですよ。25人から30人ぐらいかな。はい。インフレクションとかいなかったっすもんね。はい。結構なんか、やっぱりメンバー的にもいいですね。魔女が今回入ってない。インフレクション結構入ってましたけどね。逆か。ホイール。はい。あ、これね。うん、デナリスね。ティリアン。うん、ロード、ロイス、イン、キン。ね。はい。まあ、まあ、面白い、うん、やられキャラでしたね。はい。ということで、2箱の開封終わりました。で、やっぱり明日、2の1で開封して、明日2箱動画アップして、1箱は月曜日に、はい、店長がピピッとこう、スマホでアップするようにしてみます。はい、月曜日は、まあ、ちょっと荷物の都合上来ない場合があるんで、そうすると、うん、休みにしちゃおうかなと思います。はい。まあ、荷物次第なんでね、そこだけ申し訳ないです。はい。じゃあ、今日とりあえず、5箱お預かりしたうちの2箱開封しました。はい、ありがとうございました。